ちょ、何それ。え、これね、私が大好きなね。何韓国でね。なんか頼んでますよ、ママが。そう、ママが大好き。え、これ段ボールから全部これ韓国、これ韓国の。あ、でも韓国だけど、日本の、うん、私いつも楽天で買ってるから。なんだよね。プルダックポックミョン。すげえ。うん。すげえだ。うわ、すごい感じ。韓国のね、これ、美味しいの、ほら、お菓子。私がね、たまに食べるの。めった、珍しいでしょ。うん。美味しいんだよ、これ。マシュマロがここ入ってる。こういうのあったよね、昔日本でもね。エンジェルパイ。うん。ジョー。そう、情けね。うん。すごい名前ですね。情け。で、これプルダックポックミョン。ないないない、プルダックポックミョン。これプルダック。プルダックホリーのニョン。プルダックポックミョン。あの、韓国のかっからいやつ。これね、あの、勝利。元気も好き。龍之介も好き、これ。プルダック炒め麺って書いてある、日本語。ポックミョン。炒め、これ日本じゃん。ポックミョン、炒め麺って書いてある。だから、あの、炒め麺ってこれ、あの、だから日本、日本のやつ、わかりやすく作った。韓国のやつの。韓国のやつ。日本語で書いたの、これ。うん、だから韓国のやつだけど、あの、ほら、日本人が買うようにこう作ってあるやつ。味は同じ。全部日本語でやるって。だから、日本のように作ってパッケージを。中は一緒。そう、はい、うるさいね、いちいち。これユッケジャン、ユッケジャンじゃなくて、ラーメン。なんだっけ、韓国の、あ、これは韓国。これ美味しい、うん、これも完全全部韓国文字だから、うん、そうそう、これ、でもこっちは全部日本語になってるよ。うん、だからもうさっきも言ったように、うるさいね、だから韓国文字だから。これ私がずっと愛してる、あの、あれ、サムゲタン。いろいろあるけど、ここが私的に、まあ子供たちもここが一番おいしい。でも安いのよ。高いやつとかいろいろ食べたけど、ここが私的に、味的には。サムゲタンってめちゃめちゃ体にいいから。そう。だから風邪ひいた時の次の日とかに、次の風邪ひいた時とかに、これ出したりすると喜んでこうって食べてくれる。これはちょっと、近々メインチャンネルで。うん。あ、もういいよ、それでも。今度ちょっと、ね、マナーチャンネルでやろうよ。いいよ。うん。え、ちょっと食べてみる。これ食べたい。じゃあもう全部サブチャンネル、今度ね。よいしょ。食べないよ。え？いや、食べないよ。今食べんの？ちょっと食べてみたいよ。プルダックフンジャミョン。ポックミョン？は？ポックミョン、プルダックポックミョンってこっち食べてみたい。辛い、すごい辛い。これの、そう。でもね、これはね、そんな、ちょっと辛い。で、これの倍、2倍の辛さがあるの。それがヘップルダックポックミョン。え、ヘップルダックポックミョン。嘘つけ、そんな名前ね。ほんとだって、これの2倍の辛さがヘップルダックポックミョン。ヘップル、なんで早いの。早くてヘップルダック。なんで早口みたいに言うの。普通ゆっくり言ってよ。ゆっくり言えない。ヘップルダックポックミョン。ほんとにメロディーとかつけなくていい。ヘップルダックポックミョンが。なんかゆっくりメロディーつけないと言えない。ブルダックポックミョン。え、ブルダックポックミョン。ポックミョン。ブルダックじゃん。うん。あれ、さっき違うの。ブルダックポックミョンって言ってんじゃん。で、ヘップルダックポックミョンはこれの2倍の辛さがヘップルダックポックミョンの。ヘップルダックポックミョン。で、これは？ブルダックポックミョン。なんでその早く言うの？普通だよ。ブルダックポックミョンとかって言う。なんて言った今？ブルダックポックミョン。だ、それゆっくり言って。ヘップルダックポックミョン。疲れる。なんでそんなの知ってんの。だから昔から食べてるって。お前ブルドブルドックじゃない、ブログにも載せたじゃん。ブルダックって人今ブルドックにも前載せたじゃん。ずっとこれ言ってたからさ。え、なんでお湯沸かしてんの。で、お湯入れないと。ああ、あれなの、そういうカップ焼きそばみたいなのだ。あ、そうそう。あ、でも、あの、普通に炒めるやつもある。でもこっちの方が、あの、うん、お皿汚さないから、フライパンとか。だからこっちの方に、うん、今回はね、普通の袋麺もあるんだよ。人気なんだ。もう去ってんじゃない人気。どこだか、アマゾンだっけ。私アマゾン派じゃないもん、楽天派。私楽天使ってる。三木谷さん。え、三木谷さん。知らない、どれ。三木谷さん。三木谷さん知らないの。あの、舞台の作った人。舞台、舞台、それ見たい豪気だろ。知らない。いやいや、社長だよ、楽天の。知らない、楽天の社長とかどうでもいいの、美味しければ。でもいつも使ってる、私楽天ばっかり。そう、Amazon って結構クレジット決済が多いじゃん。
私クレジットないからさ、代引きだから楽天が好き。楽天が。あなたアマゾン派だよね。まあどっちも。龍之介もアマゾン派、私楽天派。いつも楽天なんか買います。お湯をちょっと捨てて、ちょっと残しとかなきゃいけないの、お湯を軽めにちょっとだけお湯残して、じゃないとパサパサになっちゃうの。ちょっと残しとかないと。何分ぐらい？お湯5分5分で、ちょっとお湯をの捨てて。うわ、それはうまそう。うん、鼻は食べれるかな。それ辛い。うん、美味しい辛さ。これあんま辛いの食えないからな。でもあそこのインドカレーより辛くない？あそこのほら、この間行った、ね、なんだっけ、アビスカ、あそこより全然辛くない。うわ、うまそうだね。美味しいんだよ。それだけだ。これとふりかけみたいなやつかけないから。美味しいよ、マジで。ほら、匂いがほら、うん、ね、うわ、すごい。なるほどね、これか。なんかね、癖になる味。美味しいんだよ、これ。たまに食べたくなる。よし、できた。できた。できたよ。ちょっといただいていいですか。いいよ。こっち来てじゃあ。うん。座りましょう。うん。果たしてどんな味なんでしょうか。美味しい。なんだっけ。プロダックポックミョ。プロダックポックミョ。いただきます。これうまいんだよ。うん、うまっ。これだったら食べれる。え、どうだろう。インドカレーより辛くない？あ、もう辛い。あ、もう口の中が辛いんだけど。はい、これ嘘だよ。脳みそがさ、もう分かってるから。脳みそが美味しい。このね、辛いけどうまい。あ、辛っ。美味しいでしょ。でもヘップルダックポックミョもっと辛いよ。辛っ。うん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 、辛い。これは美味しいでしょ。もう一回食べてごらん。辛っ。はいはい、もう一回食べてごらん。あ、でもちょっと本当マシそうやね。マシそうよ。マシそうよですよ、これは。マシそうよ。マシそうよ。インドカレーも美味しいけど、これも辛っ。もういいか、食べな食べな。ああ辛い。味わって。ああ辛っ。あ、辛い。うまっ。あ、でも辛いの好きな人はこれ好きだわ。でしょ。美味しい。美味しいよね。うん。これに慣れたらハマるな。うん、分かる。分かる、辛いの。このもしびれる感じがね。うん、ああ。もう一回食べてる。辛いこれ。でも美味しい。インドカレーみたいに、またね、食べたくなるんだよ。辛いけど、うまいんだよ。辛いけど、確かになんかなんか行きたくなっちゃう感じ、ね、うわ。うん、うまいね。おいしい。うまい。辛い。あ、これ辛いわ。カレーの苦手な人はやっぱ辛いかもね。うん、でもりゅうちゃん食べるよ、普通に。うん、激辛。でもこれ以上辛いのあるの？ヘップルダックポックミョン。ヘップルダックポックミョンってもうこれよりこの2倍辛いよ。それに私もね、ヒーってなった。それはさすがに私辛かった。でもあれ普通に食べる人いるからね。それをよく食べれるんだよ、これ、ね、大好きだよね。大好きだね。スザンヌにも食べさせたいな。スザンヌ、うん、スザンヌは辛いの大好きって言ってたじゃん。そうなの。うん、で、プルダックポックミョンまた食べたことないって言ってたから、この間スザンヌ。あ、これやばい、辛い。辛いっちゃ辛いけどね。でもこれ毎日食べてると慣れてくるよ、鼻は。辛いのも慣れだよ、慣れ。
絶対。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンも。